皆さんこんにちは。今回も金ネジチャレンジ、やっていきますよ。今回は、19戦目の動画となります。金ネジ期が近づいてきましたね。ひとまず今回の相手は、念力を使うユンゲラーということで、グライナを引き入れましょうかね。地味にエスパータイプに対しては、モルフォンもヘラクロスも相性が悪いですからね。念力程度であればエレブーでもゴリ押せそうなものですが、安全策をとって、交換したいと思います。グライナとの交換で、ヘラクロスはさよならバイバイしちゃいたいと思います。別に私、ふざけたプレイをするつもりはなくて、さすがにイバメロキアイパンチで銀ネジ機に挑むのは、正気を疑いますからね。血迷ってヘラクロスを主軸にして挑むようなことはしませんよ。頭は常に冷静になっておくべきでしょう。空手王がユンゲラーを出してくるのかよ。エスパータイプのポケモンなんか、親の肩くらい恨んでそうな気がするんですが。というわけで松園さん、対戦よろしくお願いします。控えめに言って、弱いと言わざるを得んわこれ。まともな攻撃技が、噛みつくしかないわ。独特の牙なんか、タイプ不一致で打ったって、ろくな火力になりませんからね。遠吠えを詰めるだけの耐久力もないですし、外れと言わざるを得んわこれ。賢い。さすがに悪タイプ相手に、ユンゲラーでは突っ張ってこないか。交代されることを考えてなかったな。オケオケ。まあまあ通るやんけ。3分の1くらいしか削れないと思っていたので、これは嬉しい誤算ですね。ふう、無事ノーダメージで、ビーダル突破です。噛みつくでも、意外と火力が出るみたいですね。噛み砕くだったら、スタメン候補にしてあげてもいいんだけどな。さすがに威力60の技がメインのポケモンは、使いにくい気がします。相手の2体目は、サクラビスですね。電気技が弱点ということで、エレブーに交換していきますよ。耐久力が低いポケモンを交代で出すという行為は、多少リスクがある気がしますが、まあまだどうにかなるやろ。捨てて死に出しで出すのかとかは、相手のポケモンを見て決めていきたいと思いますよ。はよゆう。無事サクラビスも、突破ですね。残りはユンゲラーなので、どうにかなるでしょう。相手が風神とかならまだ油断はできないですが、さすがにユンゲラーでは、3立てするほどの自力はないでしょう。ユンゲラーはシンクロを持っており、エレブーも麻痺状態になってはしまいますが、念には念を入れて、電磁波を打って麻痺状態にしていきますよ。麻痺らせておけば、どうとでもなりますからね。素早さが遅いユンゲラーなど、恐るるに足らんわ。こいつ金縛りしか持ってないんか？スカーフ金縛りじゃねえだろうな。その可能性すらあるレベルだろこれ。というわけで、難なく19人目、突破です。余裕のよっちゃんですわ。というわけで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。